どうも本能の釜の釣り師です、本日はヘラブナ釣り、埼玉県は北本市の、北本総合公園に来ました、初めて来ます、この北本総合公園、遊魚料とかがなくて、無料で釣りができると、ネットで調べたら、出ていますので、ちょっとやってみようかなと思います、多分魚影は営業の釣り堀にはかなわないのでしょうけども、そろそろ、冬の厳しい寒さが終わって暖かくなってきたので、大丈夫なんじゃないかなと思って、釣りをしてみようかと思っているところです、ただし釣りに行く時の注意事項は、駐車場が7時半にならないと開かないことで、早朝一発で場所取りみたいなことは、できず、まあ、普通の時間に通勤して釣りをすると、そんな釣りになるようです。車の人はそうですね、左手に見えているのが野球場で、ここがあの埼玉県の独立リーグのプロ、埼玉武蔵ヒートベアーズという、プロ野球チームの、本拠地になっているようです、あと野球場の他に、サッカー場もありますし、テニスコートなんかもありますし、さらに屋内のスポーツができる体育館なんかもあって、かなり大規模な公園になっているようです。公園の中心の施設は下水処理場のようで、そういう処理施設の周りが大規模な公園になっているという、こういう、まあ、都市計画を前提とした公園のようです。さて池が見えてきました。早速親子釣りが釣りをやっているようです。他にヘラブナの釣りをやっている人なんかも見えます。私もこの池でこれから釣りをしていこうかと思っているところです。かなり大きな池です。多分周囲、まあ、500メートルぐらいは地図上で見るとありそうな感じです。釣り人は結構釣り台を準備したりとかして、ヘラブナのガチ勢が多いようです。ただし密集してるわけではなくて、こんな感じでバラバラっとパラパラっといる感じで、まあ、ゆったりとした、釣りができるなと、思っているところです。私も釣り竿を、探そうかなというところで、どの辺にしましょうか。まあこの辺にしましょうかね。どこがいいとかはちょっと事前に調べてませんので、どこかで、餌を売って魚を寄せて、釣りたいと思います。さて釣れるでしょうか。まずは釣り台を設置していきたいと思います。ただちょっと気になるのが、この変な柵というか、なんかいろいろな立場の人のことを総合的に勘案して作られたような柵を、これがちょっと、まあ、邪魔というか、これをこう壊さないようにして、釣りをしなきゃいけないということで、ちょっと初めてなのでどうかなと思いつつ、いつものアマゾンの6000円の、釣り台を持ってきました。これが、どうもうまくはまりそうですね。長さ53センチなんですが、この柵の前のところを、飛び出さずに、きっちりと、はまるようです。これで、釣りが無事できそうです。さて、釣りをやっていきたいと思います。釣り方ですが、竿は15尺、棚はバランスの底、餌は団子の底釣り進化とノズリグルテン断突をそれぞれ別々の針につけています。ただし序盤のみ進化にさなぎパワーを混ぜて、バラケ的団子的な扱いで少し投げています。まあ初めての場所で釣り方がよくわからないときは、この釣りがいいのかなと最近思っているところです。私の場合ですが、ヘラブナ一本槍というよりは、釣りが好きというか魚が好きというか、まあワンチャンヘラブナ以外でも、いいのかなと、思っています。そういう観点からいくと、長い竿でなるべく、一毛から離して、
で底釣りで、あとはまあ動物系を含んだ餌ということになるのかなと思います。